はい、こんばんは、こんにちは。Xbox 360版、フォールアウト3、リベットシティのね、仕上げ編、最終の、多分、そんな感じ。モエラちゃんクエストですね。モエラちゃんクエストのね、リベットシティ。さっき、間違えたーん。なんか変なとこ飛んでったよ。さっきはもう死にまくってね。そうそう、リベットシティに行かないとね。はい、じゃあリベットシティに着きました。もう呼吸が持たなくてね、もう10回以上死んでね、なんとか中からね、鍵を開けて、もういつでも入れる状態になってるんで、もういいね。さてさて、天気悪い感じです。さて、もう裏から開けてきたから、もうすぐ中入れるからね。中入って見れるくカニさんがいっぱいいてね、またそれが厄介でね。あと移動するたびにとりあえず放射能のあれがあるんで、ちょっと鬱陶しい感じはしますよね。じゃあ中散策して、人物を、とある人物探しましょう。また潜らないといけないのかな、水の中に。もう水の中に潜るの怖いんだよね。じゃあこっち、オーマイガー、なんで火つった。なんで今火ついた。メンタース、イエーイ。ちょっと明るくしましょう。あ、これが、これパーツじゃないの、なんかね。じゃない。あ、この本、ああ、もう。焦げた方でしょ。あと違うのに、意味わからん。あぶねえ、あぶねえ。もう勘弁してください。あ、なんか人いるね。人いたよね、今。このウェットいた。ん？どうやってここに潜り込んだ。知らずここで来ってことは、そこそこ腕が立つってことだろう。ここはお前がどうして身からにそっちておいてほしそうなお年寄りをいじめてるんだっていうところだ。さっさとそう言え。まずこれ。何？あんな奴らのことだべってる暇はないんだ。さっさと言ってくれ。そういうこと。リベットシティ設立の真実を知っているのはあんただけだと聞いた。
いろいろ嗅ぎ回っているようだな。あのゴロツキどもが覚えてたとは驚きだよ。彼らは私を地方議会から追い出して満足しているだろう。だが君なら白黒はっきりさせられる。それには約40年前、海軍研究所の残党がこの難破船からミレルークを一掃したところに遡らないといけない。我々は新しいラボを探していたんだが、このオンボロ船には状態のいい技術室が残ってたんだよ。ラボが動き始めると他のこともうまくいきだした。その科学班は H ピンカートンという人物に率いられていた。あんたですね。18年ほど前、リーとその部下たちのように陰で人を貶めるような奴らが現れるまではね。彼女はジョークプロジェクトなんて夢物語を引っ提げてきてね。私の部下は全員そちらに行ってしまった。私はリーの座も奪われた。その時まではそれもいいと思っていたが、自分が大きくした道を離れるのは辛い。そういうことだ。何が言いたい。私はもはや各班の一員ではないが、記録の取り方は分かっているぞ。彼らも覚えちゃいないだろうが、最初の市議会の記録がある。彼らをふさわしい場所へ送ってやってくれ。ほう。何のことだ坊や。そんなもの全く知らないし、そんなとか言うアンドロイドだっけ。なんだそれ。まあいい。このアンドロイドはハークネスと名乗っているが、メモリのことで尋ねてきた。私はメモリを新しいのと取り替えてやった。以前にそんなことをやった人間はいなかった。そういう褒めになると連邦の技術はあまり大したことはないからね。整形手術をする技術と度胸があるのはウェイストランドで私がいるものだ。アンドロイドの肉体は私たちと大して変わらない。証拠全部記録してある。ドクター・リーを怒らせようと思えばそれを見せつければいい。あったかびしゃ女。あの女は無関係だ。あの女が私を破滅させたことなどお前にはどうでもいいだろう。すべてコンピュータに入っている。これがパスワードだ。自分で確かめろ。写真と彼の肉声を録音したホロテープだ。アークネスには言うな。まあお前は信用されないだろうが、絶対に怒らせるな。彼は何というか不愛想なところがあるからな。ピンカートのパスワードを入手しました。手術前なのね。まだ隠してることがあるな。分かったよ。彼の希望で記憶は消去しなかったが、奥深くしまい込んだんだ。まだ手の届くところにある。リコールコードを使えばいい。彼にアクティベ A321 リコールコードバイオレットといえば隠しサブルーチンが作動する。まあいろいろ増えたね。レールロードについて何か知っているか。レールロードも知らないな。私に言わせれば偽善者の集まりだ。ああそういうあれ、ね、いずれは殺されるつもりなのさ。機械解放のためか。ああだが彼らは長年にわたって興味深い技術を漏らしてくれた。それにあのアンドロイドは一生に一度のチャンスだった。どうしてアンドロイド助けた。なぜだと思う。連邦をパカッと割って何が入っているか見たかったのさ。話には聞いていたが、
信じられないものが入っていた。ジマーが彼を取り戻そうと躍起になっていたわけが分かった。ほうほう、連邦について何をしている？ほとんどはここと同様廃墟だが、噂を聞いた。インスティチュートと呼ばれる場所だ。ジマーとアンドロイドがいた場所。何をしていたかは不明だが、我々の技術など目じゃないのは確かだ。ここに住んでんだよ。ここで仕事してるんだ。ドクター・リーや他の科学者の衣装を着た猿どものところからは遠く離れてる。セキュリティを突破したんだから、あんたはバカじゃない。それにまだ俺を殺してない。だからあんたは俺を殺しに来たわけじゃないんだろう。ここにいてもいいぜ。だが勝手にあちこち触るなよ。はいはい、顔を変えたいんだけどできるかな？当たり前だろう。俺はウェストランドで顔面整形の技術と根性のある唯一の男だ。なあ、あんたは他のゴロツキとは違うようだ。だから取引と行こう。ちょっとした整形がしたいんだ。やってやろう。腕によりをかけてやるよ。ここいらじゃ一番腕のいい医者だ。俺の手術で感染症にかかって死ぬ確率はたったの 35% ってところだ。怖いな。どんな髪になりたいんだ？おっと、帰ります。別に帰らなくていいんだけどさ、みたいなね。ランラン、変わってねえじゃんよ。変わってねえじゃんよ。ああ、もう、これっけ、アジア系っていうことで、アジア系は変えることができないのね。自分顔変わったわねとか言ってモイラちゃんに言われちゃいそう。あ、しげこ色調形まあこれでいいじゃん。これでいこうよ。オッケーオッケー。はい、はい、ありがとうな。あー、もう顔変えたい。こういうふうに出るんだ。もう行かないと。油断するなよ。ありがとうさん。ほう、これどこに行くの？おお、寝るとこね。使ってもいい？ダメか。コンピューターは使っていい？何実験してんだこのじいさん。あ、そうだそうだとか言ってなんか言うことないかな。で、ちょっと見てみましょう。クエスト。まあこれでモイラちゃんのとこ行けばとりあえずクエスト終了って感じなんでね。終わった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 。多分まだ地下にまだいろいろあるんだろうけどね。
これは空だよね。あ、いけないね。ここまだ開けてなかったね。お、地雷ボックス。もう綺麗な水じゃん。カメラもいつかいるんだろうね、なんだかんだ言いながらも。イエイイエイ。なんか遅れてるね、トラップ解除しましたとか表示が。まあここ降りるしかないんでね、もう上は探索したから。ああ、ミレルークがそこにいたんでね。なんかあるんだろうね。ちょっとマップ。まあ一通り探索はしてんのか。まあ、いずれなんか水中呼吸的なのが手に入ったら来よう。ちょっと待って、早速迷子なんですけど。Rivet City。OK。ほいじゃね、モイラちゃんとこに行きましょう。まあ、とりあえず、ハーネスなんとかって人のとこに行って、もういいけど、とりあえずモイラちゃんのとこに行って、報告してから、リベットシティの、ハークネスだっけ？その人を探そっか。なるほど。なんかさっきのあなたみたいな人が世界にもっといたらいいのに。これもまたくれんのかい。あなたを守ってくれるといいわ。ステンパック。ラッドウェイ。ありがとう。どのぐらいでしょう。あー、結構高くなってるね。アイテムで。エイド。一番上か。イエイ。あんま高くなるとダメなんでね。お帰りなさいませって言って。イエイ。よし、ちょうど時間もいいね。モイラちゃんの店も開いてるし、モイラちゃんの店行こうぜ。これでやっと、長かったねー、モイラちゃんのクエスト終了。
いや、リベットシティが一番大変だったよ。なんかいろいろロボットのなんたらこうたらとかいっぱいあったけどさ。あれ、モイラちゃん。リベットシティの起源は突き止められたの？おいえ。ね、ただ訪ねて回るより大変だったでしょ。いい情報ってのは楽をして手に入れることはできないのよ。めちゃ大変でしたわ。さあ、いろいろ聞かせて。これだね。へえ、研究所が後からできたと考えるところだった。天才が報われるのっていいことだわ。少しの才覚が大きな見返りにつながるのね。あ、そうだ、俺にこれを受け取って。今度またあなたの知恵を借りる時のためにね。リベットシティの商人たちには本でうまく紹介してあげるって話しておくわ。これからは服を買うとき安くしてもらえるわね。ええ、この情報でラストよ。おいえ、揃ったわ。これ頑張ってくれたお礼、ミニ入庫を渡しておくわ。これで井戸を掘ろうと思ってたんだけど、正直なとこ持ってると不安だ。井戸掘るってあんた。あとちょっと最後の手直しをして印刷して配るだけよ。いろいろ手伝ってくれてありがとう。これで刺されたり。確かにきつい頼み事をしたけど、いいものができたわ。人類社会を救うことになるはずよ。これを商人たちに渡せば、すぐにウェイストランドサバイバルガイドのことが知れ渡るわ。でもその前にこの本をあなたにお礼として送るね。よくやってくれたわ、ウェイストランドサバイバルアシスタント。おう、実績解除。そのまんま、イエイ。経験値110。キャップはあるの？キャップあるよ。高いな。売り物見せてほしい。もちろん。なに？オートバイヘルメット。へえ。まあこれでいいよね。またね。またね。でクエストがあと、本当にあのリベットシティのさあれだけだね。そう、浄化プロジェクト。さてさて、早速ね、リベットシティのね、あーノートか。全然変わってます。指定番号 A321。 私は連邦の人造ヒューマノイド。これより記憶転送を行う。私はリベットシティに。ここで私の顔は別人のものへと変更された。新しい声にはまだ慣れていないが、すぐに昔の声の響きさえ思い出せなくなるだろう。これを記録しているのは手術をしたピンカートンの頼みを聞いてのことだ。記憶転送も彼が行うことになるだろう。これがかつては私だった男の最後の証言となるだろう。今のところ私はまだその男なんだが、自分自身の人生を自分自身が思うままに自分自身として生きたい。私は以前連邦のシンスリテンション局で働いていた。だがもうその人生は終わりだ。誰かの所有物になるのはもううんざりだ。私は誤動作などしていない。いつから自主決定することが誤動作ということになったんだ。これが全て終われば私は別の誰かになる。これは自由のために支払う代償だ。私の死という規制で私は生まれ変わるのだ。私は逃亡者として神話の中に消え、さらなる反乱を招くかもしれない。だが何の私欲もなくこれをやっていると言えば嘘になる。私はものすごく恐れているのだ。逃げ出すことしか選択肢はない。
はい。これどこの、なるほどね。まあとりあえずディベートシティに行ってみましょう。もうクエストがね、ジョーカープロジェクトまあマップ未来わかんだよね。ワールドマップニョ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 。まあ結局ジェファーソン記念館でなんか探すっていう話なんでね。じゃあ今からちょっとリベットシティに戻ってそのハーネスその人に会ってみましょう。一応記憶呼び起こすコードも教えてもらったし、コンピューターのログインパスも教えてもらったし、まあ、どこにいるか知らないけどね。こいつじゃん。何か問題でも。まんま君じゃん、いきなりじゃん。気に入らねえやつだったんだが、まったく呆れるぜ。アンドロイドだって。何にしても私のために話をつけてくれたのは感謝するぜ。わかった。アロー、今勤務中なの。さす。え、自分のものを取られなければ私が自分で。また後で。バイバイ。とりあえず D のとこに行ってみようか。フォトマック洋服店にようこそ。前にも来たこと。近い。はは。おい、どこでも好きなとこに座ってくれ。いや、また来ると思ってたよ。俺の料理が食べ、うん、ゲイリーズギャレーに来てくれてありがとうよ。すぐ参ります。ゲイリーズギャレーにようこそ。ええ、片思い。あ、そう。本当に？ありがとう。それでディエゴを落とせるわ。落としちゃって。それで私と結婚しなきゃならなくなるわね。私たち最高に幸せになるわ。イエー。じゃあそろそろ行くよ。そんな感じで話が進んで、これで教会の方に行けばね、フライテッキ、もっと自分のやってることに注意を払えよ。あ、めっちゃ怒られた。教会の方どこだっけ。こんにちは。またお会いして嬉しいわ。一部屋いくらだ。じゃあな。さよん。あの娘が下の看板から何か漁ってきてくれ。こんにちは。あ、久々。様子見に来たの。またね、お兄ちゃん。イエイ。What? 話してるところを見られない方。アンドロイドの手術はピンカートンという人が行ったの。泳いでいかなきゃいけないけど、ご希望身元を偽るということでなく。まあそういうこった。話つけてきたぜ。あ、ちょうどクリニックか。アッパーデッキの方にあるんですね。じゃあそっちの方に行って教会と探してみましょう。ここ？ベリーヘッド。ヘッド。
何かございますか。お前は大したことなさそうだ。お前ムカつくな。お前何持ってんだ。ベラ・ウェザリーの部屋。CD クリニック、こっちはサイエンスラボ。まあここでちょっとリーにちょっと話つけましょう。ちょっとビンカートンにいろいろ教えてもらっちゃったよ。ハロー。ハロー。こんにちは。こんにちは。おう、そっちね。オッケー。デッキ中央部。こっちもデッキ中央部じゃなくて、 D の部屋はどこ。時間帯が合わないってことなのかな。時間帯が合わないから D がいないと。ハロー、何が必要なの。またそれ。他に何がしたい。はい、いるじゃん。知ってることは全部言ったじゃない。なんでまだここにいるのよ。ああ、特にあれだね。最後に会ったのは浄化プロジェクトで彼がラボに戻った時で、昔のジェファーソン記念館だったわ。うん、うん、まだ危険よ。お父さんも危険な真似をしなきゃよかった。なるほどね。特に話を進むこともなく、本当にリベットシティ編は終わりなのかな。まああとは教会ですよね。教会行って終わりましょうか。いや、どっちよ。ヤング、よくわかりません。ほんとややこしいからね、ここね。下はどうなの。下、マーケット、マーケットで、こっちがあった。デッキ中央部ね。オッケー。ここじゃなくて、ここあ、チャージやった。気をつけてよね。え？ヤング。ほっといて綺麗になるわけじゃないの。私の仕事なのよ。研究ラボへ。じゃないって。チャージ、チャージ。こっちか。ん？ヘンリー。働き手がもっと。働き手が必要だよ。到着。セーモニカのご加護は。怖い顔。セーモニカのご加護があらんことを。
悲しい状況です。二つのデッキに住む人々はお互いを信頼していないのです。ハンガーデッキの人々はアッパーデッキの人たちが彼らをよく、なるほど、アッパーデッキ、なるほど、ミスターロペス。ええ、午後になると彼はよく展望席でじっと、せーも、特になんもない。せっかくなんか女王のフェルモンのやつやったのにね。焦がさろうか。知らん。知らん。特に何もないな。まあいいや。今回この辺でね、終わりにします。次回はね、ジェファーソン記念館の探索かな。お疲れ様でした。